本日の点灯式に駆けつけてくださいましたゲストの方々にご登場いただきましょう。ワンピースフィルム Z に声優として参加されました篠原涼子さんと香川照之さんです。大きな拍手でお迎えください。お二人とも本日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。このワンピースフィルム Z、 お二人今回ゲスト声優という形で参加されましたけれども、最初にその出演のお話が来た時はどのようなお気持ちでしたか？お話をいただいた時はもうすぐに、こんな私でよかったらやらせていただきたいですという感じで、お話を頂戴しました。今年の夏に、子供と一緒に読もうと、漫画を読破しようと決めた時にちょうどこのお仕事の話をいただいたので、本当に偶然でもうびっくりしました。いいタイミングだったんですね。最高のタイミングで、読まさせていただきましたし、声もやらせていただきました。皆さんがハマる理由に気づきました。もう本当に僕はもうずっと木村拓哉さんからずっと語られていたのでやっとそこに話を肩を並べさせることができます。はい、さあこのお二人がゲスト声優をなさった映画は12月15日公開なんですが、それに先駆けましてお台場ではこういったイルミネーションが行われます。さあではその点灯式にこれから移りたいと思います。イルミネーションアイランドお台場2012ワンピースフィルム Z 点灯です。お台場の各施設で点灯式を行ってきたレギュラー声優陣の方々です。海賊王に俺はなる、田中真由美です。はい、ヴィーナスフォートで点灯式を八尾ちゃんとフランキー役の八尾ちゃんと見てきました。背中の傷は剣士の恥だ。こんばんは、中井です。皆さんご一緒に、この船の航海士は誰？波役！ありがとうございます。波役の岡村明美です。よろしくお願いします。8000人の部下たちを楽しんでるかい？どうも、ウソップ役の山口勝平です。俺の名前はトニートニーチョッパー、世界で一番偉大な医者がくれた名前だ。チョッパー役の大谷育恵です。皆さんこんにちは。咲く場所を厭わない私の体はあなたをきっと逃がさない。サイズフラール、カメラさんたちにカメラさんクラッチ。ダメ、なんでカメラさんたちにクラッチなの？みんなスーパーに盛り上がってくれよ。八尾和樹です。まあフランキーが本当にどんどんゴツゴツになってるんですけども、よく見るとやたら顔が小さい。一体こいつは何頭身なんだ？スーパーできない。ちょっと手が合わない。ちょっと重い重い。よほほ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 、皆さん骨ん気ですか？はい、死んだ骨だけブルックでございます。12月24日がクリスマスイブで、そこまでまだ時間はありますけど、お台場は早くもクリスマスモードとなりましたね、これで。ということで皆さんにもう決まってるか分かりませんが、クリスマスの予定をお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか？一人よ、別に何も楽しいことなんかないわ。なんで来たら女になるの？そこちょっと待って、楽しいことあるうちの船 のメンバーはいるのか？楽しいことある人手挙げてみ。だったらさ、一緒にいない？寂しい者同士。寂しい者同士。そうですね。あ、分かったじゃん。いいですね。寂しい者同士でイルミネーション見に行きましょう。そうしましょう。そこに。それがいいよ。我々は一緒にいます。皆さんでお台場のイルミネーションアイランドに遊びに来る。はいはい、香川さんと篠原さんもぜひ一緒に。はい、ぜひ。もう皆様、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。